にちは。この動画ではアニメダークギャザリング第6話の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。心中してくれる？ち、開幕ホラー SNS 映え。なんだ、ただの撮影か。英子さんが言うとシャレにならないんだよな。バズるバズるじゃないんだよ。夏に川でキャンプ、小さな子供、あかっこ察し。この季節はほんと多いな。ゆるキャンかな、かっこしろめ。なんで霊を引き寄せる奴が川になんて来てるんだよ。なんでわざわざキャンプとか行くんだ。提供やめろ。あら、顔怖い。ザーさん怖いよ、ザーさん。今日オープニングカットか。川辺でキャンプと加速水難事故不可避。ゆるキャン&堤防日誌難民救済。しかしでかい。英子なんか胸でかくなってない？だいたいいつも弥生ちゃんのため。あんなことあったのに突然のキャンプ。ソロキャンとか危なくてできなそうだしな。男子とお泊まり大丈夫？童貞チキン野郎わら。とんでもない言葉が聞こえた。ひでえわらわら。幻灯画さん、男として舐められてますよ。いいんですか？襲われたら襲われたでありなんじゃないの英子。弥生ちゃんは今日も可愛いな。これは多分釣れないな。釣ったら食べる堤防部。カッパが釣れたりして。弥生ちゃんの言葉のチョイスとかセンス良すぎ。釣りを甘く見るな。大人としては止めるべき。亡くなった母親に執着するのは仕方ないか。復讐でもあるし。そう簡単には答えは出ない。命の散らせ方は私の意思で私が決める。やだ、かっこいい。散るの前提かよ。この弥生ちゃんの横顔好きだ。カエルが釣れるのか。カエルとサワガニとザリガニとカメだけわら。魚だけ釣れないわら。ある意味すごくね。すごいわら。やっぱ肉よ。夏は川でバーベキューだな。楽しそうじゃねえか。こや今回は平和かな。大雨が降って中州に取り残されるんかな。一見すごいリア充に見えるわら。まあ、うん、そうだね、かっこしろめ。勉強と学問の違い。学問は道を解き明かす。オカルトを学問したい英子。スターダストシェイクハンド。下着かな。ツップルー。まるでヒロインのようだ。学問の進めって道なのか。美少女の体を学問したいです。でも、その呪いわざと受けた可能性が。あなたを学問したい意味深。これもう告白じゃね。解剖したいってことかな。かっこ学ぶる。ときめき分類学じゃん。理系が恋に落ちたので証明してみたでやれわら。じゃあ心拍数でも測ってみますか。まずは唾液採取を。いい雰囲気じゃん。うおう、思うよう思いだろ。告白に告白で返した。学面通りに見えないのが怖いところ。約束。でもその人笑うと口の中黒くなりますよ。あい、靴の中ぐちょぐちょになってそう。流れ変わったな。せっかく良い雰囲気だったのに雲行きが。やはり若い男女が川辺でキャンプ、何も起きないわけがなく。あの橋から何か感じない？あなた疲れてるのよ。エンドレス飛び降り。幻覚。イザナミだ。強いバンジーの思い出が液量に出たのかな。すやー。霊感察知。橋行かなきゃ使命感。これは容易め。疲れちゃったか。なんてこった、これおっぱい触ってもバレないやつじゃねえか。操られている。飛び降りを強制する霊。まあ案内してもらうしかないね。見つけ次第やる。橋の中央かっこ足の橋ではない。今回も捕まえるスタイル。マジで弥生が頼もしすぎる。霊のエキスパートちゃんやね。殴るだけ。弥生ちゃんまた悪霊いじめてる。ポケモンボールじゃん。清めの塩最強。他にもいるのか。違うやつが操ってる。たくさんいるね。複数の集合霊か。名所的なあれじゃないすか。主人公が本命だったか。英子は結局おとりだったのか。ぐへえ。まあオカルトを引き寄せる体質だから、狙いもこっちに絞ったんだな。盛り上がってまいりました。アイキャッチ。さすがに命綱つけてた。ロープ見えなかったぞ。鉄の応用、因果。フルハーネスみたいな結び方してるな。あとは回収するだけ。選べ。3秒ルール違う。弥生怖えな、霊にとってはわら。廃人者に落ちてた縄わら。それ大事な縄なんじゃ。口縄かな。なぜこスネークだったか。悪いものはすでに仲間入りしてた。そこにおるんかいわら。想定済みだったか。やはり数の暴力。数はやっぱり脅威よな。1対1なら牙の強い方が勝つが。集団リンチは危険。悪霊でも数の暴力には弱い。数の暴力には仲間同士で同士打ちさせるのが大切。平子の挽回、坂島横島八方塞がりが使えれば。いっぱいおる。追ってきやがった。一体多数でも牙の鋭い方が勝つんじゃないんです？かっこすっとぼけ。どこへ行こうというのかね。何かおるぞ。橋から川に落とすだけの能力じゃないんだ。こっちの方が安全だよ。安全だよ安全だとは言っていない。英子さんいつもと顔変わらなくない？慶太郎がまたピンチに。膝くらいの高さの水でも人は溺れて死ぬ。
英子は怖いし、ケイタロウはかわいそうだし。飲酒除霊わら。弥生ちゃんアフターフォローがすごい。やっぱり頼りになるのは塩とおみきだ。未成年飲酒。口に含んで吐き出してるからまだセーフ。たくましいなわら。ジョースケがアクアネックレス捕まえた時みたいやな。弥生ちゃんさすがすぎる。人形の表情が違うのが細かいな。弥生ちゃんの作戦すげえわら。弥生ちゃんほんと頭回るな。これもうモンスターボールだろ。あっちも本気だ。たくさんお米準備しといてよかった。人型というか手足があれば閉じ込められるのかな。なるほど、このより城は即席なのか。駆られる側だったってことを分からせ。弥生ちゃん相変わらず怖い。まだ6人おる。4対6。11人いる。そういうのじゃないわら。数の上では優勢になった。かっこ戦いは数だよ兄貴。私のお気に入りが少し回復した。共食いで回復とかえぐい。圧倒的な子がいる。マスは釣れないけどレイは釣れるんだなわら。やべえ、タクティカルコンバットだわら。ロボトミー手術かな。またレイいじめてる。全力で相談してこい。レイに選ばせる。集合レイ、ゲットだぜ。やっぱりポケモンじゃないか。アキレ、このジェイステ際が良すぎる。ポケモンゲットだぜ。ゲットだぜじゃないんだよ。闇のポケモンマスター。ポケモンをやっているという自覚はあるんだ。傘連番状。嘘つきは許さない。うちはもめ誘発&見せしめ。お前に地獄を見せてやる。花沢さん怖いです。一遍死んでみる。地獄少女かな。弥生ちゃん霊のスペシャリストすぎる。元に戻った。何にも覚えてないのか。覚えてない方がいいよ。やっぱエッチなことしとけばよかったやん。きっちり1話でまとめたか。そもそも気分転換に行った先がキャンプなのがまずい。海だろうが山だろうがどこもヤバそうだけどなわら。相変わらず塩だのおみきだのの準備は万端なのに扱いが雑なの。実用優先って感じでいい。また久保さんになってる。英子、そもそもこのキャンプって本当にねぎらうためだったのだろうか。自殺の名所調べてチョイスした可能性もあるなわら。大好きだよ。百歩へ。大胆な告白。ラブコメ要素。この二人付き合うのか。捕まえた。言い回しがシャレにならないんだよな。早くもカップル誕生。恋の力は偉大だ。ゲットだぜ。落ち、いい感じだけどストーカーヒロインなんだよな。まずは力をつけないとね。クリーンな状況で社会復帰。ここがターニングポイント。守りたいものができたんだ。あ、この流れは計画通りにあり。ギャザリングしてるな。ようやく彼を私に縛り付けられた。英子の計画的犯行だったか。英子怖いよ。やっぱりやべえ女だわ。英子の野望達成じゃん。やっぱりこのキャンプも仕組まれたやつやったんやな。主人公の体質で何か起こることは確実だから、それを利用してるやん。やっぱ綺麗なラブコメじゃなかった。英子さんの手のひらの上で踊ってたってこと。やべえ女すぎるわ。捕まえたにちゃ。捕まってしまったか。こいつが一番怖いやん。ヤンデレ特有のポーズ。完全に英子は特急か呪怨霊だろ。そういや、さと香織ちゃんだわらわら。これは持論だけどね。愛ほど歪んだ呪いはないよ。これでいて愛は本物っぽいのがまたね。ケイタロウ、自分が栄子を巻き込んだと思ってるけど、実はその逆でケイタロウが栄子の歪んだ情愛に巻き込まれたんよな。もう霊より女の方がずっと怖い。稲川淳二感溢れる予告きたー。次回はトンネルか。都内最強心霊スポット。作者のお気に入りカッコのやつ来週じゃん。どんな悪霊が出たところで結局一番やべえのは人間、はっきりわかんだね。愛ほど歪んだ呪いはないよってあの人も言ってるからね。次回でメインポケモン追加か。例えるなら秘伝要因。ケイタロウと弥生が主人公かと思いきや、実は英子が全部持っていっている、というキャラ配置。小沢さんのエンディングがよく表している。はい、今回はここまでです。ご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。